ワイヤレス、おもちゃ、スポーツ、アウトドアのカテゴリーのメイン画像についてと、えー、きちんと基準を満たさないメイン画像は認めませんと、表示しないことがありますという通知です。まあ、いよいよアマゾンもね、シドニーの物流センターも稼働して、まあ、システムをいじってんでしょうね。アメリカも初めは画像めちゃくちゃでしたけど、すごい厳しくなってね、で、検索の性能を上げていったという経緯がありますんで、 やっとそのシステムをまともにする段階に入ってきたんだなという感じです。で、このまあ画像の基準なんですけど、ま,あ、まず十分な画像サイズと、ね、あの拡大できる画像じゃないとメインにはできない。で拡大以前にこの、ね、画素数が低いと、角が、ね、ギザギザになっちゃったり、画像がびやけたりぼやけたりしてます。そういう画像はだめよと。 でそれから画像の85%を製品が占めること。まあ、結構ね、今 Amazon 入ってる人、eBay えやってる人が多いんで、なんか eBay 見たく余計な文句入れちゃったりなんだりっていうのありますけど、あれは NG です。まあ、結局そういうね、えー、出来の悪いカタログを締め出すという形です。でそれからえ画面キャプチャした画像は NG と。あの画像を撮るんじゃなくて画面キャプチャーをしたのを画像につ あのメイン画像に使うとね画素数がどうしても低いんで、えー、Amazon の基準には合致していないという形になります。でまあ、カタログ作るときの、ねえー、基準はもちろんこれをクリアしなきゃいけないんですけど問題は載せようと思ったカタログにね,ね画像がこれどうだろうというときは、ねえー、相談してください。ケケーーススバイケース商品の えと値段とかね、アカウントの状態とか、そのカタログの出来によって、そのまま商品を載せた方がいい場合もあれば、カタログ作っちゃった方がいい場合もあるというのがありますんで、まあ、迷ったらというかねこの、これ大丈夫なのかな、画像拡大しないけどとかね、タイトルがなんか怪しいなとか、なんかカタログ見てね、ちょっとでも気になる部分があったら、そのカタログに載せちゃっていいかどうか確認してください。でちなみに まあ載せてる商品でね、こういうふうにインベントリーの画面を見ると、アクティブじゃなくてね、アクティブの下にクオリティアラーツっていうのがついてたりします。でこれ、おそらく画像が厳しくなってくると、クオリティアラーツじゃなくて、表示されないインアクティブとかね、サスペンドって形になって、表示されないカタログになっちゃいますので、この表示が出てたら、 この右側の方にあるエディットってボタンを押して確認してください。で、どっかにね、このびっくりマークがついてます。で、今回ね、画像にやかましく言ってるんで、やっぱ画像についてることが多いんで、その場合は基準に合致した画像をアップするというのをやってください。でちなみにこれね、えー、イメージをクリックしたらこういう画面が出てきたんですけど、 まあこのカタログは、ねえー、複数の人が販売していて複数の人が、えー、データを提供しているとでそのデータの中で、えー、カタログにふさわしいというような情報を載せてます複合して載せてますということで,、ね、で同じ項目で何人かの人が申請したときには、えー、カタログ情報は、まあ、問題ない取引を数多くこなしている出品者のデータを優先しますと。 いうことが、まあ、平か平たく言うとこういうことが書いてありますそんなわけでねカタログってのはこれ作った人のもんじゃなくて、えー、たくさん売ってて問題がない人が、えー、メインで編集できるとで。 ま、作った人が管理できるのはブランド登録をして、Amazon のブランド登録をして、ブランド登録者がカタログを作った場合はね、ブランド登録者が基本的に編集できるって形ですけど、そうじゃない場合はね、今、Amazon の出品者はほとんどブランド登録してませんから、そうじゃない場合なんで、ブランド登録してる人がいなかったら、ま、実質的に一番販売してて、しかも問題がない人の情報を優先しますって形になってます。これね、カタログ、できちゃったカタログのね、 えー、メイン画像とかタイトルの変更とかはね、結構手間なんですけど、まあ、手間なだけにカタログ作る際は、初、えー、めから、えー、きちんと載せると。で、えー、使ってるカタログ、載せようと思ったカタログが怪しかったら相談してください。まあ、基本的にはもう、あの、売れてないカタログの場合は自分で作れるんだったら作っちゃった方がいい場合が多いです。まあ、ただね、えー、商品の価格とか、 まあ、そのカタログをサクッと作れるかどうか、まあ、それからね、えー、今まで何件販売しててどういう状況かっていうことについて考慮しないとなかなかね、ベターな答えっていうのは出せないんで、えー、カタログ見て迷ったらご相談ください。まあ、そんな形で、いよいよ画像やかましくなってきたんでね、システムをまともに作り込んでくるんだなという感じなんで、えー、今後、まあ、売れ行き加速していくと思いますのでね、えー、これで乗り遅れないように、まあ、しっかりと えー、カタログ確認して、まあ、商品を、えー、ぼちぼちテストしていってホリディーシーズン、ねえー、ボクシングで明けのバーゲンセールに向けて商品を探していきましょうまたご質問とお待ちしてます